ワールドカップが来ました。ライブツアーをやって本当にたくさんの思い出を作ることができまして、とても嬉しかったし光栄でした。日本でドームツアーを毎回やるときにたくさんの方々がいらっしゃってくれて、感謝の気持ちいっぱいでツアーができました。皆さんがいるからこそ僕たちがいて、アライブツアーの名前のようにいつも生きているということを感じさせてくださって本当にありがとうございます。大阪コンサートも韓国を最後にツアーも終わりをつけなければなりませんか。2013年もっと頑張るビッグバンになります。ありがとうございます。今年も日本でいろんな活動で、まあ、ディラックさんのソロアルバムとジンドラゴンさんのソロコンサートがあるんですね。あれ、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 俺何て言ったっけ。いやなんか今日ちょっと俺何て言ったっけ。いや今日は愚痴ない。空気読めた競馬だよ。じゃあ違う、ジンドラゴンさんの今日1個発表します。発表しますか。いや、発表だって、ビッグバンが発表するの好きじゃない。発表ばっかりですね、今は。ヒップホップだからだよ。なんと、はい、僕、はい、一人で、はい、4月から4月の日本三大ドームツアーを完成になります。4月からなので、はい、すでに緊張してますが、はい、頑張って準備して、はい、皆さんに素敵なパフォーマンスを、はい、見せられるように、はい、頑張り、はい、ます。いやー、ちょっと痛いです。ちょっとだけヒントですよ。ヒントはなんすよ。なんか皆さんにちょっと言うことだけあります。見せることありますか。歌、あ、歌もいいです。新曲で、新曲うわー、新曲いきます。あー、今ちょっとです。